皆さんこんにちは、こすけです。先週から今週にかけていろいろ動画を作ってきた我が家のメインカーアテンザの買い替えなんですが、ついにね、どの車にするか決まりました。妻としっかり相談して少し悩むところもありながら、現状ではこれがベストかなと出した結論があります。先日お話しした候補として残っている車ですが、ミニバンの代表の1台目がアルファードベルファイアのハイブリッド、2台目はフリードプラスのハイブリッド、そしてね、 SUV 代表の1台目がエクストレイルのハイブリッドです。そしてね、 SUV の候補の2台目なんですが、アウトランダー PHEV ですね。そして最後の候補が CX-8 のディーゼルです。いろいろとね、妻と話し合って、まず最初に候補から外れたのがアルファードとベルファイアです。候補から外れてしまった理由はやはりね、価格と納期ですね。今回の買い替えではね、鉱石シートヒーターが欲しいということもあって、それがね、ついているグレードを選ぶとハイブリッド G の F パッケージというグレードが一番安いグレードになります。このグレードの価格ですが、なんとね、558万円となっています。ここにオプションと諸費用を入れると多少ね、値引きしてもらっても650万は超えてきますし、交渉でさらなる値引きがあったとしてもやっぱりね、600数十万という金額になって、まず600万を切ることは不可能だと思います。さすがにね、ここまでお金は出せないんですよね。今回の予算は限界でも500万円前後ということもあって、このね、アルファードは難しいという結論になりました。鉱石のシートヒーターを諦めて一番安いグレードならば500万前後でも買えると思うんですが、それでもね、納期の問題があるんですよね。ディーラーさんに聞いてみると、現状でも最低注文から 4、5 ヶ月待ちということで、3月決算の駆け込み需要が入ると、まあもしかするとね、半年ぐらいは待つ可能性もあるんじゃないかということでした。年末のアテンザの車検には間に合うものの、夏タイヤが使えない我が家のアテンザはあと半年どころか 4、5 ヶ月もね、正直きついというのが現実です。春から夏にかけて北海道は観光シーズンですから、今年はね、その時期に新しい車で楽しみたいというのもあるので、間に合わないアルファードは候補から外れました。そして次に候補から外れたのがエクストレイルのハイブリッドです。この車エンジンは静かですし、ハイブリッドシステムも滑らかで燃費もそこそこ良くて、 4WD 性能もね、結構いいんですよね。結構ね、車内が広いので車中泊も余裕でこなすことができて、車内の防水性も持つという、すごくね、いい車です。鉱石シートヒーターもあって、広々と寝られてすごくいいと思いますし、価格も安いので候補の一つだったんですが、2013年発売ということで、そろそろ新型が出てもおかしくないような状況だと思うんですよね。そんなにね、車自体に古さは感じないんですが、もう2019年ですから、買ってから数ヶ月で新型の情報が出て、エクストレイル E パワーとかね、発売されたらもうショックで立ち直れないですよね。そこだけがどうしても引っかかってしまって、エクストレイルは選べなかったんですよね。バランスのいい、すごくいい車なんですが、新しいもの好きの僕としてはそこだけがね、どうしても引っかかってしまいました。というわけで今回はエクストレイル選びませんでした。次に候補から外れたのはフリードプラスです。車中泊を難なくこなし、広い車内の割にね、小回りの利く車体サイズで、発売も2016年と古くはないので、フルモデルチェンジもまだまだ先だと思います。すごくコストパフォーマンスの高いいい車だと思うんですが、我が家にはね、すでに Nボックス があるんですよね。性格だとか用途が Nボックス と似ている車なので、2台持ちを考えると、同じ性格の車を2台乗ってもちょっとね、面白みに欠けるかなということと、コメントでもいただいてたんですが、雪道の走破性という面で見るとやはりね、 SUV に劣ってしまうというのが難点で、妻も納得の上で今回は選びませんでした。
やっぱりね、同じ性格の車を2台持つよりも違う性格の車を持って状況によって使い分けた方がいいかなという気がするんですよね。それとそろそろ最新の iMMD を積んだモデルが出るという噂もありますから、買って数ヶ月で新モデルが出るとショックというのもあります。コスパのいい素晴らしい車でしたが、今回フリードは選びませんでした。最後まで残ったのがアウトランダー PHEV と CX-8 です。この2台はね、本当に悩みましたね。アウトランダー PHEV は家で充電することで、冬であってもね、おそらくクラストップの燃費性能になりますし、モーターの滑らかさで静かな加速もね、すごく楽しくて気持ちがいいです。大型のバッテリーを積んでいて、そこから電気が取り出せるので災害対策にもいいですし、車中泊の時にエンジンを停止させた状態でもね、エアコンが使えて快適だったり、まあ、もしくはね、電源も使えますから電気毛布なんかを使うこともできます。当然ね、お湯を沸かして飲み物を作ったりもできるわけですよね。三菱ですから 4WD の性能もいいと思いますし、もうそういうね、車中泊の状況を考えるとすごく楽しそうだなと、そしてね、快適そうだなと思います。先日北海道で地震が起きましたが、やっぱりね、そういう時停電になってしまう可能性もありますから、その時に 1500W まで使えるアウトランダー PHEV があるとね、すごく心強いなという感じがします。もちろん難点もあって、一つはインテリアにプラスチックパーツの割合がちょっと多いかなというところと、もう一つはね、リアシートのシートヒーターがどのグレードにもないということですね。営業さんに聞いたんですが、ないそうです。もう一つだけ気になったのが、フルモデルチェンジが近いかなということです。ベースになったアウトランダーは2012年発売の車ですから、もうね、かなり経っていて、買って数ヶ月でフルモデルチェンジの可能性も高いかなと思います。それを考えると、新しいもの好きの僕としてはちょっとね、怖くて手が出しにくいんですよね。まあそうは言ってもね、総合評価はかなり高くて、他の車では得られない体験ができそうなところが、このアウトランダー PHEV の最大の魅力でワクワクしますよね。そしてもう一つ、 CX-8 は今回の候補の SUV で最大サイズということもあって、ゆったり車中泊できるというのが魅力だと思います。鉱石エアコンに鉱石のシートヒーター、そしてね、質感の高いインテリアと乗り味も魅力的で、クリーンディーゼルの力強いトルクはね、乗っていてもすごく気持ちがいいです。燃費性能もアウトランダー PHEV にはかなわないと思いますが、軽油という燃料費の安さを考えればそこそこ悪くはない数字になると思いますし、マツダの 4WD もね、何気にかなりの高性能で、アクロ走行用というわけではないんですが、生活四駆として見ると世界トップクラスかなというくらい性能がいいものになっています。自動ブレーキはね、アイサイトだとかトヨタのアルファードやクラウンなんかに採用されている最新のシステムと並んで、夜間の人も感知できる日本の中でもかなり高性能なものを積んでいます。エンジンもね、改良を重ねてかなり静かで滑らかになっていて、弱点はほとんどないと言えるんですが、一つだけ決めきれない理由もあります。この資料、マツダの技術説明会だったかな、そこで公開されたものなんですが、まあ、ちょっと新しい技術とかにね、興味のある方はこれを見るとパッと分かってくれると思いますが、まあ、今年ね、スカイアクティブ X とマイルドハイブリッドが搭載されたマツダ3が発売されて、そこでね、マツダコネクト、新世代のマツダコネクトと新しいプラットフォームも発表されます。そしてね、一番気になったのが2020年です。ここでね、スカイアクティブ D ジェネレーション2ということで、ディーゼルエンジンがね、次世代型に生まれ変わるんですよね。いや、これは大きいです。来年にはね、 EV なんかもマツダ独自の電気自動車も発売されますし、自動運転も1個上の段階に引き上がるみたいですね。さらに2021年にはプラグインハイブリッドも発売されるみたいで、これが出るとね、アウトランダー PHEV と真っ向から戦える車が出てくるかもしれないですね。ここに書いてませんが、トランスミッションなんかも新しくなるみたいで、8速になるようですから、今 CX-8 を買うと1、2年でね、
旧世代の技術の使われた車ということになってしまいます。こんなのがね、発表されちゃうとちょっと買いづらいですよね。他のメーカーの車であればきっとね、フルモデルチェンジするまでそんな技術は乗らないだろうから、まあいいかって思うんですけど、マツダの場合はね、年次改良でどんどん新しい技術が今までの車にも乗ってきますから、プラットフォームの刷新は年次改良で入ってくるという可能性は低いと思いますが、マツコネだとか、まあ、あとはね EV だとか、あとはエンジンの乗せ替えにミッションの乗せ替え、このあたりはね、年次改良とかマイナーチェンジなんかでやってくるかもしれません。そうなると同じ現行の CX-8 でも全くね別の車になってしまうので、今買いにくいんですよね。新しいもの好きの僕としてはね、プラットフォームもナビも、そしてね新世代のディーゼルエンジンもすごく気になってしまうわけですね。マツダの車は進化が早い上に新しい技術をね既存の車にもどんどん搭載してくるので、いつ買っていいかわかんないんですよね。そんな感じでね、アウトランダー PHEV と CX-8 散々ね天秤にかけて悩みましたが、今回購入するのはね CX-8 にしました。 CX-8 を選んだ理由の一つ目なんですが、アウトランダー PHEV に比べて車中泊がねしやすそうということです。全長がね、アウトランダー PHEV よりも結構長いということもあって、車内も広くて、僕と妻が2人で車中泊しても結構ね余裕があるんですよね。アウトランダー PHEV は狭いわけではないんですが、 CX-8 ほど余裕はなかったという印象です。我が家の大倉大臣ももともと車内の広いミニバンがねいいという希望でしたから、このどちらかであれば CX-8 にしたいという妻の希望もあって、ミニバンを諦めているのでね、それは無視できなかったというのも大きいですね。僕自身も CX-8 はこの先の年次改良やモデルチェンジで良くなるのは分かっているので、葛藤はすごくあるんですが、マツダのディーゼルエンジンの素晴らしさだとか気持ちよさは十分ね乗っているので分かっているのと、まあこの CX-8 はね設計も新しいですし、乗ってみたかったということもあって、今考えられるベストな選択になったかなと思っています。まあそれともう一つ決定的なことがあって、買うなら僕は白い車に乗りたいんですが、白のアウトランダー PHEV はすでにねいとこが乗ってるんですよ。完全に被っちゃうわけですね。まあそういうこともあってね、ちょっと買いづらいなと。実家に帰った時に同じ車を2台並べるのも嫌ですから、まあアウトランダーはね今回見送ろうかなと思いました。今回候補に残った車は本当にねどれもいい車でね、だからこそねすごく悩ましかったですね。いろんな方からねたくさんアドバイスだとかコメントをもらって、まあこの車はこんなところがいいとか、まあここがちょっとイマイチだっていう話もね聞かせてもらって、その上でね比較してもやっぱりねどれもいいところと悪いところがあって、決めるのはねなかなか難しかったです。いろいろ悩みましたが、最終的にはねシンプルに車内の広さと雪道での走破性、そして新技術や新しい考え方で作られた設計の新しさというのをね優先して決めることにしました。もちろんね実際に乗ってみて CX-8 の魅力に僕がね惹かれて妻を説得したという面もあります。というわけで買い替えは CX-8 に決定したんですが、グレードなどねまだ悩みも尽きなかったりします。次回のね車の買い替えに関する動画では、グレードを何にするかと、あとはね内装の色だとか、後から変えられないメーカーオプションですね、そのあたりについてお話ししたいと思います。これからも車のことや北海道のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。